皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されておりますフィギュアライズスタンダードビルドファイターズトライ星の踏み名になります。いや、このキット待ち望んでました。そういった方もきっと多いんじゃないでしょうか。これまで星の踏み名のキットといえばスーパー踏み名であったりウィニング踏み名と踏み名プラスモビルスーツっていうようなキットがメインだったんですけども、今回いよいよ踏み名単独でのキット化となっております。で、早速パッケージですけども、正面がこんな感じで、なかなかセクシーで可愛いですよね、やっぱり。で、手前側がこちらになっておりまして、完成品の写真、アクション、なかなかこのスタンドに立たせたこの両足を開いたダイナミックなポージングもいいんじゃないでしょうか。で、この腰に手を当てとる、この目線とかこのポージングなかなかいいですよね。その横のパーカー外した姿も凛々しいんじゃないでしょうか。で、こちらフェイスパーツは3種類。フミナといえば、キジマシアと初めて出会った時に、神木世界から、ああ、先輩だよとかいう風に紹介された時の顔芸がいっぱいありましたけども、なんかあんな感じを思い出してしまいます。で、アイデカールにつきましては、普通のシールだけじゃなくて、水転車デカールもついてるようです。で、さらに、フミナをイメージしたプチッカイもついております。で、こちらがカスタマイズというか、フミナが実際に使ってたスターウィニングガンダムと並んだ写真となっております。で、側面がこんな感じで、反対側がこちら。完成品のフロントとリア、そして星野フミナの説明。でも本当星野フミナってなんかバンダイさんに愛されてるなって気がしますよね。で、横は注意書きですね。では、中身の方もご紹介してまいりたいと思います。やっと出ましたね。もう、なんだかんだで、ネットの方だとかなり転売された価格で高騰してますけども、予約しておいて正解でした。まず一袋目が、こちら。この辺はボディのパーツで、これは普通のシールですね。剥がして貼るだけのもの。で、反対側がクリアパーツなんですが、前もって説明書見たんですけれども、これは多分使わないパーツがメインで、多分ここの辺ですかね、ぐらい使うだけで。で、これ形状からいくと、あやめですよね、この髪の毛のパーツって。あやめの金型を使ったクリアイエローのランナーが入っております。で、二袋目がこちら。これがフレームレスの台座ですね。これも、あやめですよね、これ使ってるパーツが。この辺はあやめ、ライバーあやめの方は鏡像にできたので、そういった時の名残のパーツ作ったので分かってますけれども、まあ、これもどっかちょこちょこっと使うだけですね、きっと。で、3袋目が、あ、プチッガイ。で、こちら側はピンクのパーツ。腰回りとか胸回りとかの色分けの部分ですね、これきっと。で、最後、4袋目。まあ、これがフミナのメインパーツというところでしょうか。ここに水転車のデカールがついております。今回、瞳だけじゃなくて、まつげと一緒になっているので、あ、眉毛もこれ水転車あるんですね。まあ、せっかく水転車ついてるので、マーキングシールじゃなくて、今回こちらで作ろうかなと思ってます。で、ボディーパーツとか、この表情パーツ3種類ですね。で、反対側が、こちら。これが例のパーカーの部分。あとは、頭髪とか、これに靴とかの部分が見えますね。キット類はこんな感じですけども、あやめのフレームを使っているのが結構多いので、余剰パーツというか使わないパーツ結構多い気がします。で、最後こちら、作り方の説明書。フミナ星野。なかなかセクシーなポーズしてますよね。で、下の方に星野フミナの説明が書かれております。で、中の方に参りまして、まずは、パーツリスト。やっぱり、バツ印目立ちますね。この B パーツとか C パーツ、やっぱりベースがあやめなので、使うパーツはほんのちょこっとみたいです。他のところ、この A パーツのところでもバッテン多いですね。結構これ、余剰パーツ多いですよね。なんかもったいない気もしますけども。で、作成の方に入りまして、まずこう注意書きと、で、全体の流れが載っております。こんな感じで全体作りますよって感じですね。で、次のページからまずは頭部の作成。フェイスパーツは3種類。まあ、シールを貼るか水転したってとこですね。まあ、フェイスパーツは交換できると思いますので、どれか選ぶというよりも全部作って、で、カスタマイズしたとこでしょうか。で、水転車の貼り方があって、ここから作ったフェイスパーツを使って、こんな風に頭部を作成します。で、こちらのボディですね。この上の服の部分、背中のバッテンのところはこれ色分けなんですよね。結構こだわってますね。で、腰を作って、で、ここで、パーカー姿を組み立てる場合は、こちらの組み立ても行ってくださいと。まあ、着脱可能なので作りはしますけども、行ったり来たりできるんであれば全然問題ないですよね。で、こちらの方で、右腕。これまずパーカーのものですね。腕の真ん中ぐらいまで来てる感じですね、パーカーが。で、こちらがパーカーなしの腕の作成。で、ここでパーカー姿の今度は、左腕。で、内側のカラーページの方に参りまして、こちらパーカーなしの方の腕。で、こちらで今度は右足の作成。で、こちらで、左足の作成。この太もものとこですね。
この部分のカラーがこれまでのフミナってシールだったんですけど、今回パーツに色分けっていうのがいいですよね。前こういったシールどうしてもヨレヨレになるので色分けっていうのは最高です。でパーカー姿とパーカーなしが本体が完成します。で最後のページが台座の作成とここの部分で固定できますと。でプチッカーにもシールあるんですね。でこんなポージング、このフミナなかなかいい出来じゃないでしょうか。で最後のページにフミナ星野チームトライファイターズゴーファイって書いてますね。ブレスレットのこととかこの表情のこととかもいろいろ書かれております。でプチッガイで今回色分けが十分だったので、でましてやロボットではなくって女の子のキットなので墨入れっていうことはそんなに必要ないとは思うんですが、まあえてするんだったらプチッガイのこのお腹のあたりぐらいですかね。まあ基本パチ組プラス、まあ、水電車デカールの方で作っていきたいなというふうに思っております。ここにもフミナの愛嬌を揃えてディスプレイとか書かれております。でこちらカラーガイドですね。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは交換品や付属品の方ですね。まず左手の方こちら黄色いクリアパーツの台座になっております。まあ、通常ついているこの4点セットのフレームレスにこの延長するパーツがついているんですけども、この延長するパーツですね、こちらが結局先ほどランナーパーツの段階でもご紹介しましたけども、こちらですねダイバーあやめの頭髪パーツがメインとなっているこのランナーなんですけども、ここの1個のためだけにこれが丸ごとついてました。まあダイバーあやめ私持っているので、この黄色のクリアパーツで頭髪部分を作ってダイバーあやめと付け替えればダイバーあやめがスーパーサイヤ人化できると、まあ、そんなことしてもいいかもしれません。かなりもったいない気もするんですけどね。でこの台座ですね、今はパーカー着てますんでパーカーの方にこのジョイント刺すところがあって、パーカー抜くと腰のところに 3mm の直穴が開いております。続きましてフェイスパーツ、今ついているのがまあ通常顔ってとこですかね。でこちらが困り顔になります。今回のほっぺのところのチークも水電車デカールあったんですけど、それは今回使用しませんでした。でこれは眉毛のところと目のところ、これじゃ水電車のデカール貼らさせていただきました。眉毛のところは塗ろうかどうしようか悩んだんですけども、ちょっと水電車の貼っときました。でもう片方こちらがまあ驚き顔というかって言ったような顔のやつですよね。これも眉毛のところと目のところ、あと口のところも水電車デカールになっております。当時水電車ではなくてちょっと使いかけで申し訳ないんですけども、こういった剥がして貼れるマーキングシールのもついています。こちらの方にも眉毛とか目、あとこのほっぺのチークですね、これは1個しかなかったんですけども、この口のシールとかちゃんとついております。続きましてこちらがプチッガイですね。プチッガイも目と鼻のところはシールで、このお腹の黒いラインのところはスミレさせていただきました。まあ特にこういっちゃなんですけども、どうってことはないですね、ピン穴があります。こちらついてましたね。続きましてハンドパーツ、今ついてるのは開き手で、こちらが握り手左右一対ですけれども、フミナの状態だと特に武器を持たすことがないので、武器の持ち手とかじゃなくてこういった普通のグッとした握り手2つのパーツで構成されてて、
まあ、この隙間ができちゃってますけども、綺麗に合わすことができれば結構出来のいい握り板になるじゃないでしょうか。あとでパーカー取った時に使用しますので、このまま一旦置いときます。で、こちらがパーカー取った時の素手というか腕のパーツですね。これも後で使用しますので、一旦このまま置いときます。では、星野文奈本体ですけれども、こちらですね。このキットだけ見ると過去のラインナップとどこが違うのかパッと分かりにくいんですけども、後で比較してご紹介させていただきます。では、可動も含めて上の方から順にご紹介してまいりますが、まずは頭部。これも眉毛と目のところは水天車デカールを貼りました。口のところに茶色で墨入れしようか悩んだんですけども、今回はチークを含めてなるべくシンプルな状態で作っておきました。で、後ろから見ますとこんな感じになっておりまして、この頭髪パーツですね。このシュシュのところでぐるぐる回すことができます。ボールジョイントなんですけども、きっちりくっついているので角度はそんなに変えれないと思っていいかと思います。で、頭部につきましては、首のところで両端がボールジョイントになっているクランク状の軸ではあるんですけれども、まあ、割ときっちりはまってますので、この状態で左右の傾きとか、上下の動きはこのぐらいですね。そんなに大きくないです。続きまして、肩、腕回り。肩につきましては接続はボールジョイント。特に引き出し系の関節とかありません。これはこちらの腕の時も同じですね。この部分で、まあ、上まで上げることができます。まあ、形状から言ってあんまり真上で上げない方がいいかもしれないんですけども。で、ここの部分にロールがあって、肘については二重関節。まあ、ちょうど人間ぐらいのところまで曲げることができます。で、手首はボールジョイント接続ではあるのですが、まあ、割ときっちりはまってますので、そんなに角度変わりないですね。で、反対側の手首にこういったパーツが付いております。これは軽く刺さってるだけですので、こうくるくる動きますし、反対の腕につけてもいいかと思います。で、この表面につきましてはこれ一周ぐるっとシールとなっております。続きまして、胴体。胴体につきましては、この胸のところに可動があるんですけれども、このパーカー付けてしまうと、ちょっとこれパーカーが干渉するので、ここの可動はあんまりないですね。まあ、後でパーカー外した状態でご紹介したいと思います。で、それよりも何よりもこの服のこの色分けなんですよね。胸のこの猫ちゃんマークはシールなんですけども、この黒いアンダーウェアのところとか、この胸のところのピンクとか白、で腰のこの白とピンク、全部これはパーツによる色分けとなっております。過去のスーパーフミナとかだと、このピンクのところとかシールだったんですけども、これが全部パーツによって分かれているので、非常に綺麗です。ここにちゃんと綺麗にシワも寄っております。やっぱ色分けのパーツっていいでしょうね。綺麗に再現されているので、まあ、背中側も結構色分けがされているので、それもパーカー取った後でご紹介します。続きまして、股関節足回り。股関節につきましては左右独立した軸で先端がボールジョイント、太ももの中に可動があって、まあ、ちょっとこれもお尻が結構大きめなので、こう下げれば隙間ができて、前にも上げれるんですけども、こう、まっすぐ上げるのはちょっと難しいですね。ぶつかってしまいますので。まあ、上げようと思えば前はこのぐらい。後ろもこのぐらい。ちょっとこの隙間が結構ガバッと開くので、そんなに大きく足を動かさない方がいいかもしれないですね。横方向にも、水平までは持っていけるんですけども、やはりこの隙間が結構気になってしまいます。で、ここの色分けのされているところでロールがあって、膝については二重関節。正座はちょっと難しいですけども、結構大きく曲げることができます。で、足首につきましては、ボールジョイント接続。これ、目いっぱい押し込んだ状態なんですけども、少し引っ張れば、軸が伸びますので、これで後ろとか、前。で、左右に傾きを変えることもできます。作ってる最中は、そんなにあんまり過去のキットとの大きな差を感じなかったんですけども、これが結構過去のキットと違うんですよね。で、まあ、この状態から早速、まずは、このパーカーを脱いだ状態にしていきたいと思います。もうせっかくなんで、このままやってしまいます。簡単なことですので、まず腕を肩から抜きます。この部分を外して、で、手首パーツにつきましては、こちらにちょっと握り手があったので、こちらの方を一旦こちらつけて、まあ、まだこの段階では腕はつけないですけれども、手首パーツを接続しておきます。で、反対の腕も外しまして、頭部はつけたままでパーカー外すことが可能です。でまずこのフードの部分ですね、これを上にずらして外します。ここのスリットとここのピンのところで固定されてました。で、このパーカーなんですけども、このまま取れるかと思いきや、実はこの前側の、ここのラインですね。この前側左右それぞれ、ずらして、こんな感じで外すことができます。反対側も同様に外しまして、で、背中部分を取ると。で、ここに、この、素肌の腕と言いますか、何と言いますか、これを差し込めば、パーカーを脱いだ状態の、フミナの完成となります。なかなかこのスリムな感じがいいでしょうね。で、この背中の部分ですね。このバッテに入ってます、このベルトの部分。これも全部パーツに色分けになっております。この状態でシールが貼られているのは、このすぐ下のこの白いここの横の一本のところですね。ここだけがシールです。あとはすべてパーツによって色分けが再現されております。すごいですよね。このパーツの色分け。で、この胸のところに可動があって、ここで前へとか、後ろに動かすことができますし、ぐるぐる回りますし、左右の傾きはほぼないと思っていいと思います。ではちょっと机の中がごちゃごちゃしましたので、一旦フミナをここに立たせておきまして、
ちょっと周りのものを一回片付けます。ではここで過去のこれまでのフミナ系のキットがどうだったかというのをちょっと並べてみたいんですけれども、ベースとなっている金型は基本的な同じものが過去のものは流用されてましたので、まずはここは元祖とも言うべきスーパーフミナがこちらですね。ちょっと身長が違うのでちょっとカメラずらしますけども、結構大きさ違いますよね。で、同じスーパーフミナのまあ顔の形状とかは踏襲してるんですけれども、こういったモビルスーツと一緒になっちゃったようなデザインではなくって、いわゆるキャストオフ、走行パーツを外せるキットがウィニングフミナっていうなんかキットがありまして、そちらの方の武装、走行パーツを外したフミナがこちらですね。まあ大きさとしては過去のこのスーパーフミナと同じぐらいなんですけども、いかがでしょう？だいぶプロポーション違うんじゃないでしょうか。まあ身長が違うっていうのも大きいとは思うんですけども、まあせっかくなので近くの方でご覧いただきますけども、まずは顔。全然違いますよね。顔に対する目の大きさがだいぶ違います。アニメチックで本当原作に踏襲されてるなって気がします。まあ肩とか肘、あとお腹とか股関節、足周りの可動っていうのはそんなに大きく差がないんですけれども、このウィニングフミナの時には特にこの素体、本体の方にこれといったシールはなかったんですけれども、初代のいわゆるスーパーフミナ、ちょっと下から失礼しますとこんな感じで太もものところ色分けされてたんですが、このピンクのところがシールだったんですよね。で、この曲面に貼られたところヨレヨレになってしまったんですけども、こうやって比べてみるとやっぱりパーツの色分けってすごいですよね。ちょっと黒いところが太めになってる気もしますけども。言うなればこれがバンダイさんの初代フミナ。で、こちらが最新のフミナ。この違いですからね。すごい違いですよね。まあ大きさが違うっていうのは当然あるんですけれども、そもそもの身長がですね。これまでのスーパーフミナとか、コマンドフミナとか、ウィニングフミナ、そういったモビルスーツと一緒になってしまったフミナではなく、本当に純然たる星のフミナとしてのキット化なので、全体的にこの大きさが小さいっていうのはあるとは思うんですけれども、この頭身についても頭が小さめで、年相応の女性らしいプロポーションになりましたし、顔についてもだいぶこの目の部分が大きくなったので、アニメっぽさがあって、より可愛くなったんじゃないでしょうか。じゃあせっかくなんでこの両方の間にフミナを置いておきまして、時代の流れ、技術の進歩ってすごいですよね。フィギュアライズスタンダード星のフミナはこんな感じでした。というわけで今回はフィギュアライズスタンダード星のフミナご紹介させていただきました。やはり過去のスーパーフミナとか違ってそのフミナ本体のみなので、まあ、若干全体的にキットが一回りぐらい小さくなったかなっていうのはちょっと意外だったんですけれども、逆にそのせいで美少女キットとしてより洗練されたんじゃないかなというふうに思いました。足とか腕につきましてもよりアニメに近くスリムな感じになりましたし、パーカーの着脱もできます。表情についても結構楽しいものがあったりしましたので、いろんなフミナの表情で飾っておくのも楽しいかもしれません。ちなみにこちらお値段は改めまして2400円となっております。通販サイトとかでは結構なお値段で今売られてますよね。そんな状況なのでぜひバンダイさん再販というか増産してほしいななんていうふうに思いました。ガンダムビルドファイターズトライがお好きな方、星のフミナがお好きな方、店頭やネットを見かけの際に不当な転売価格にだけはご注意いただいた上でぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。